の薬ができたよ早速する。あれからもう10万年かやっほーゆかり人類の姿もずいぶん変わったよねえねえまた2022年の話聞かせてよまさか10万2022年に2022年のレトロブームが来るとはな梅沢富代の話聞かせてよ梅沢富代は人類の英雄になる前はプレバトにも出てたんだよえー、そうなのじゃあハムちゃんとも絡んでたのそうだよヌーメスキヨハラちなみにヌーメスキヨハラは2022年では漫字って言ってたよえー、やっぱ 足元カンナなんだよカンナちゃんは千年に一人の美少女と言われてたんだよヌメスあマンジー私は10万年生きてこれまでに100人の千年に一人の美少女を見てきたけどカンナちゃんが一番可愛かったよ聞き捨てな